はい、こんにちは、杉山先生です。デジタル庁創設、すごくもう連日ニュースになってますね。日本はデジタル化とか IT 化の分野で世界から10年から15年ほど遅れていると言われています。中国とか韓国がね、もう5年前にやっていたようなことを、例えばまあキャッシュレス決済の導入とかね、それを今日本はね必死にやってると。もうそうやってる間に世界はさらに先に進んでしまっているっていう、そんな状況にあるんですよね。まあそんな中で新しく誕生した菅内閣はデジタル化の推進に力を入れていると。中でもデジタル庁の創設、もうこれは菅総理の肝入りの政策と言ってもいいでしょう。メディアではね、連日のように菅井デジタル担当大臣や河野行革担当大臣の言動を取り上げています。なんかね、すごい改革が始まりそうだなと、このままズバズバ言ってくれそうだなみたいなことはね、みんななんとなく感じてると思うんですけど、じゃあ何が一体どう変わるんだっていうことですよね。そこが重要なんですよね。ということで、今回はデジタル化推進で日本がどう変わるかというテーマでお送りしたいと思います。このチャンネルでは、好きを仕事に自分らしく生きるをテーマに、ビジネスや社会システムに関する動画をお送りしています。最新の情報とか未来予想なんかも発信していますので、見逃したくないよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからいいね、コメントをしていただけると私の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとサブチャンネル、 TikTok、Twitter もやっています。動画の概要欄にねURL 貼ってありますので、興味ある方はぜひそちらからフォローよろしくお願いします。まずはじめに、デジタル化で社会がどう変わるかっていうことを考える上でね、世界の先進事例っていうのを見てみたいと思います。世界はね、日本の10年先行ってますから、世界の事例を見ると日本の未来が見えてくるっていうことですね。で、世界の中でもね、一番行政手続きがデジタル化されている国はですね、エストニアという国だと言われています。エストニアってどこって話ですよね。エストニアは北欧のね、フィンランドと、ポーランドの間ぐらいにある小さな国ですね。バルト三国と呼ばれる国の一つです。日本ではあまり知られていないんですが、エストニアは行政や医療の分野に関して本当官民連携でね、協力的にも積極的に電子化を進めてきた国です。で、行政手続きの 99% がデジタルで行われると言われています。で、菅内閣が目指すデジタル庁のモデルになっているのがエストニアの経済通信省だと言われているんですね。エストニアの経済通信省は国全体の ICT通信システム管理などを担当している部署なんですね。もう省庁をまたがって担当しているということですね。それをモデルにしてデジタル庁というのを作ろうとしているよということです。で、エストニアではですね、15歳以上の国民に EID カードというものを発行しています。これ日本のマイナンバーカードのもっと進んだバージョンですね。で、これは身分証明書として使えるのはもちろんなんですけど、運転免許証、電子マネー、健康保険証などいろんな機能がもう取り入れられているんですね。これがあることによって、日常生活で必要な手続きがほとんどネット上で完結するっていうことなんですよ。ただこれ問題点もあって、インターネット手続きとかデジタル化に対応できないアナログな人間っていうのはやっぱりエストニアにも一定数いるんですよね。日本でもね、デジタル庁デジタル庁なんて言ってるとね、心配になってる人も多いと思うんですけど、やっぱりエストニアにもいると。まあそういう人たちと、まあデジタル得意な人たちの間でやっぱり格差が生まれちゃうっていうね、そういう問題もあるそうです。でもですね、こういう問題が起こるっていうのは、まあ承知の上でそういうリスクはあるけども、それをまあ国全体で乗り越えていこうっていう姿勢で、こうデジタル化をね推し進めていると、そういうことですね。で、日本ではね、まあこの格差の問題もそうなんですけど、個人情報が電子化されるとかっていうことについてね、リスクばかりが強調される風潮があるんですよ。まあ例えば国家に情報が管理されるとかね、私が何買ったかバレちゃうんじゃないかとか、そういうことばっかり気にしてる人もいるんですけど、まあエストニアの例で見るとですね、エストニアはこの個人情報を電子化して国が管理することによって、犯罪とか不正行為を防ぐことができるねっていうふうに考えているそうなんですね。もちろんこの行政手続きが電子化されることによって、それは効率化にもつながるありますし、無駄を削減することにもつながる、国民生活が便利になると、そういういい面もあるんですよね。じゃあ続いて、日本のデジタル化はどういう方向に進んでいくかっていう話なんですけど、ちょっとね、このデジタル庁の全貌ってまだ見えてないんですけど、あの柱はおそらく次の5つだと思われます。1つは行政のデジタル化、もう1つは民間企業のデジタル化推進、3つ目は情報の保護、4つ目はネットやデジタル関係の法整備、5つ目は 5G の全国展開、
ということですね。でこの中で今一番目立っているのは行政改革、行政のデジタル化ということですね。これはねなかなか難しい面もあるんですけど、この中では一番手っ取り早く簡単にできるんですよ。なんでかっていうとね、民間企業を動かしていくとか社会全体を変えていくとはなかなか大変じゃないですか。でも行政組織を強制的に変えさせていくんだったら、まあ菅さんとか河野さんみたいなねちょっと怖い強いリーダーが一括してやれと言えばね、まあ渋々言うことを聞かざるを得ないですからね。もちろん抵抗する人たちもたくさんいると思うんですけど、やれとね、それに対しても言っていったら、もう渋々それは完了ですからね、言うことは聞かざるを得ないということになってくるわけです。それらの行政改革とは別に情報の保護とかネット関係の法整備っていうのも大きな課題になってるんですね。最近ねそれに関連して問題になったのがやっぱり TikTok ですよ。あと中国製アプリね、情報のセキュリティ問題っていうのがちょっと話題になりました。で中国製アプリのセキュリティ問題もそうなんですけどね、やっぱり個人とか企業とか国家の情報をいかに守っていくか、情報とか技術もそうですね、そういうのが流出しちゃうのをいかに防ぐか、そこはねこれからのこう情報社会の中でこう国家にとってね至上命題になってくるわけですよ。なんでかっていうと、今までは国というね枠組みの中で、まあ島とか領土とかこう物理的なものがあって、そこを守っていけば国民を守れた。ところが今はもうインターネットで全世界がつながってしまっているので、そのインターネット空間にある情報とか技術とかそういうものをいかに守っていくかっていうのはもうこれ国防なんですよね。はい、そういうところをね、これからこのデジタル庁がやっていくんじゃないかということですね。そういうところもですけどね、それとあと日々変化しているネット業界、ネットの現状に合った法律を作っていこうっていうのもまあ重要な課題の一つです。でこの中で、まあ、今一番注目を集めているのが行政のデジタル化ですね。一番わかりやすく私たちの生活に直結してくると思います。でこれについてじゃあ今後どのように進められていって私たちの生活がどう変わるかっていうことなんですけど、大筋のロードマップはまあこんな感じじゃないかなと私は考えています。 1. ハンコがなくなる、 2. ファックス書面がなくなる、 3. 運転免許のデジタル化、 4. マイナンバーカードとの一体化、 5. 行政手続きのデジタル化。まあ大まかにこういうロードマップで進んでいく、進めていきたいと思っていると思われます。まず一つ目、ハンコがなくなるっていうことについてですね、これは河野行革担当大臣が真っ先に手をつけたところですよね。どうしてもなくせないというんだったら来月までにその理由を言いなさいとまで言って強力に推し進めています。なんでハンコをこんな目の敵にしてねなくそうとしているのかというと、このハンコ文化が日本のデジタル化を遅らせてきた大きな要因だからですね。言うまでもなくね、ハンコは紙がないと打てませんよね。だから日本の公式な書類は全部紙で管理してるわけですよ。で契約書とかもちろんなんですけど、社内で決裁文書を回す際にも必ずハンコを打ってこう回していくっていうね、そういうところがあるんですね。これがある限りデジタル化は全く進みません。例えばいくらねオンラインでスマートにねやり取りしてたとして、なんかズームでやり取りしてますみたいなね、あとメールで必要書類送りますんでとかピピピとかやっておいて、で印鑑はどうすればいいですかねみたいな問題が必ず出てくるんですよね。そうすると、あ、じゃあそれ申し訳ないですけど、プリントアウトしてもらってですね、それを印鑑打って郵送してもらえますかねみたいな話になって、もういきなりアナログになっちゃうわけですよね。もうズームやってますみたいな言っといてなんだそれっていう話なんですよ。でもうこんなんもうねデジタル化でもなんでもないんですよ。もうパソコン使ってるだけ、デジタル化じゃないです。手書きの書類がパソコン入力に変わっただけ、なのでここをまず変えないといけないということで、ハンコがまずやり玉に挙げられてるわけですね。でこういうことを言うとね、必ずマスコミとかね、何でもかんでも反対みたいな人たちはですね、ハンコ屋さんが潰れるとかね、ハンコ職人の技術が失われるじゃないかとか言って騒ぐんですけど、もうそういう人はね、もうほんとね、一生下駄履いて和服着て筆で文字書いてればいいと思いますよ、日本の文化が失われないようにね。で私はそれはそれで大切だと思うんですけど、私は便利な生活を送りたいんで IT 機器も使うしパソコンも使いますよ。
ハンコ屋さんの技術が潰れるとか騒ぐ人が別にハンコ使えばいいだけだと私は使いたくないと思いますよ、うん、文化は大事ですけどね、それを守りつつもやっぱり社会が便利になっていくことを私は優先的に考えていきたいと思います。その次の段階はファックスとか書面の資料をなくすっていうことですね。ハンコが廃止できたとしたらこれは結構簡単にいくかもしれません。一般企業の方の中にはね、ファックスなんてまだ使ってる人いるの？と思う人もいるかもしれないですけどね、行政はねもう固くなにファックスにこだわるんですよね。なんでかっていうと書類は紙で管理しなければいけないという文化だからですね。あとねこれね意外と行政とかね公務員の方はわかると思うんですけど、多分ねメールの管理体制とかメールが来た時に誰にどうその情報が行くかとかってそこの仕組みねあんまできてないと思いますね。だからなんか情報がどこに行っちゃったのかわかんないとかね、届いてるのか届いてないとかわかんないみたいな話になっちゃうんですよ結構。だからそれを防ぐためにファックスを使っているっていうのも大きいと思います。最近ではねコロナの陽性者数の集計がファックスを使ってやり取りされているっていう報道がありましたよね。もう保健所の人がねエクセルでこう入力するわけですよデータを。それ印刷してファックスで市役所に送ってるってね、そんで市役所の人はその書面をこう見てまたこう自分で手打ちで打ってるみたいなね、バカですよね本当に。無駄中の無駄、無駄オブ無駄ですよ本当に。まあ他にもね、例えば最近ねあるところで見かけたんですけど、某自治体の IT 化推進フォーラムみたいなイベントがあったんですよ。面白そうだなと見てみたらね、申し込みはファックスでって書いてあったんですよ。もう本当ね冗談ですか。ファックス持ってる人います？一般人でそんなにたくさんいないですよね。でまあ私はね、まあ元教員なのでもう学校も本当ファックス文化なんですよ。行政機関の一つですからね。私教員時代にね某連盟の事務局をやってたことがあったんですけど、まあ県内の学校ねもう何十個もファックスで資料を送ったことありますよ。もうね、それ毎年やってました。もういちいちねこう紙見てこう手打ちで番号を打っていちいち差し込んでピッ、はい、次ははい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 、ザーピーみたいなね、もうそれ何十個もやるんですよ。なんでそうするかっていうとメール送っても見てくんないし、うん、であと職員会議の資料とかもね50人分かける何十枚もあるような資料を毎回毎回ね、もう職員会議の前日なんかね夜遅くまでかけてみんなでもう印刷機の前で順番待ちしたりしてね印刷してましたね。もうねこういう無駄がめちゃくちゃあるんですよ。でもこういうのってみんなでさもう固く決意してもう明日からデジタル化しようってさ、もういいよ紙の資料やめよう、不便なのはあるかもしれないけどやめようってみんなでさ固く決意すれば一瞬で解決できる問題だと思うんですけどね。なんか早くね本当に導入してほしいなと思いますね。はい、その次3つ目は運転免許証がデジタル化するということですね。もうこれはその次っていうかもうこれらのことと並行して進められていることなんですけど、運転免許証もデジタル化していきます。もうすでに小此木国家公安委員長からですね、運転免許証のデジタル化を進めていきますよっていう表明がありましたね。このデジタル運転免許証についてアメリカとか韓国ではすでにねデジタル化されているようですね。こうアプリで表示されるような形になるのだと思います。4つ目はちょっとここのところは賛否両論分かれるところだと思うんですけど、マイナンバーカードと一体化していくよということですね。運転免許証のデジタル化っていうのはもうこれね実は取っかかりに過ぎないんですよね。ゆくゆくはこれがマイナンバーカードとか保険証とかと紐付けされてデジタル管理されていくということです。逆に言うとね運転免許証のデジタル化だけやってもねあんまり意味ないですね。財布持ち歩かなくて済むなぐらいなもんじゃないですか。はい、そこで終わりじゃなくてエストニアの EID カードみたいな感じにしていくためにはこれはマイナンバーカードとか保険証と紐付けされて、一元管理されていないと意味がないです。はい、この段階まで来てねようやくマイナンバーカードって完成するんですよ。あんなねカード郵送で送られてきましたみたいなそんなのはもうね全然もうデジタル化でもなんでもないですね。運転免許証とか他のデータと紐付けされて一元化管理されてようやく使えるものになると思います。今ねマイナポイントとかでね必死に普及させようとしてるんですけど、まあ、マイナポイント使うっていうのも、まあ、小手先ですよね。
一番革新は本当一元管理です。情報の一元管理、外国の例を見るとですね、この個人番号と運転免許証、それから保険の情報ですね、さらに銀行口座、納税情報、各種免許証、国家資格などもこのカードの中に一元管理されるという例があるので、できればそこまで進めたいと思ってるんじゃないかなと思います。そして一番最後に来て、一番本丸なのがもう行政手続きの完全デジタル化ですね。例えば税金の手続き、住民票の取得、各種申請、給付金の給付など、これは全てオンラインで完結するようになります。そのためにはね、先ほど言ったマイナンバーカードと、運転免許証とかの一元管理っていうのも必要になってくるんですけど、今まで皆さんがね、市役所の窓口に行って行政手続きのために、ね、毎回手書きでね、住所から名前からね、振り仮名、世帯主とか書かされてたじゃないですか。あれがですね、番号ピッピッピッと入力するだけで毎回もうパッと自動で表示されてね、もうスマホで申請できるみたいな、そういう風に変わっていくんですよ。でどうしても紙媒体の資料を会社に提出しないといけないんですとかっていう場合には、コンビニのねコピー機みたいなのあるじゃないですか。 あそこでね個人番号をピピピと入力すると、住民票とかビーってそこから印刷できるみたいな、そういう感じになっていくんですね。でこういう風になっていくとですね、監視国家だとかね、情報流出が怖いみたいな意見もあるんですけど、それとこれとは別問題ですね。はっきり言ってデジタル化で国民生活を便利にしましょうっていう問題、それから国民の自由を国家が奪うとか国家が監視するっていう問題、そして情報管理の安全性、これ別問題ですからね。それをなんかごちゃっと考えて、いやなんとなく怖いわとかね、国家に監視されるんじゃなかろうかみたいなね言ってると、もうそんなこと言ったら全然外国に追いつけませんからね。本当に別次元の問題としてやっぱり進めていかないといけないですね。はい、ということで今回はデジタル行政改革で日本がどう変わっていくかっていうようなことをお話ししました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。